さて、まずは宿屋に。大丈夫ですか？どうしよう。僕こんなにいっぱいの瓦直せない。その前に謝罪が先では。あ、ごめんなさい。本当にごめんなさい。私は大丈夫ですが、あなたは？どうぞ。いえ、僕も手伝います。結構です。でも。結構です。はい。これでよし。うわー、なんということでしょう。大切なブローチをなくしてしまうなんて。あ、私の部屋で何を？イレイナさんにお願いがあって待っていたんです。確か鍵をかけていたはずですが。ふんふん、僕はこの宿屋で働いてるんですよ。勝手に人の部屋に入り込むとはどういう了見ですか？